realize the screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight in this car。 はじめましてだな。俺ジライやってんだ。よろしく。ジライア、あんたとの賭け勝ったわね。やっぱあんたがマルタ行き。マブレザーは後で。ふざけないで。お前は泣き殻を見ない方がいい。でも何の時ほどじゃねえだろうな。バカ、一歩でも動けば私はお前を殺す。さてそろそろ行くかの。生きて帰ってこい。なんだ急に。諦めなさい。なんとか隙を見つけて差し違えてでも。お前はわしが死ぬ方にかかる。一つてめえに教えといて。忍びの才能で一番持ってる術の数なんかじゃねえ。大切なのは諦めねえ。根性だ。お前にまで死なれたの。私は ばあちゃんはエロ天狗の性格よく分かってたんだろう。たった一人でそんな危ねえところに。なぜ里に落ち着かない。何かあったら私はすぐに駆けつける。お前は里を離れるんだ。今の私の賭けは必ず外れるって。女がいなけりゃ振られることもできねえくせに。ペインの正体頭に伝えなくては。その代わりわしが生きて帰ってきた時は。帰ってきたらそろそろカッコつかなくさせてやるかな。人体には一生のうちに使われることのない力が眠っている。死ねば全てはそこで終わりですから。その力を解放できれば私の未来はこの子の中にある。憎しみは憎しみを生んでいくからね。この年でここまでシャリンガンを使いこなせるとはね。その程度。まだまだサスケ君以下ね。あと少し、あとほんの少しでサスケ。バカめ、もう遅いのよ。オロチマル、いつかまた大きくなったお前と会うために。それっていつだろう。人はなんて壊れやすいものなの。戦争だからね。今はあの子たちが死んだ。ありがとう。オロチマル様、お前らに
に何が分かる。オロチマル先生、これ何です。それはね、とっても珍しい再生と幸運のお守りなのよ。ミナト、私は嬉しいの。あなたに愛されているから。力も心も君は強いって。君を助けに来た。父親になるんだ。これで俺も父親か。もし私が生きてて家族3人で暮らしている未来を想像したら。クジラは決しても。君の男にしてくれた。この子の父親にしてくれた。俺の本当の父ちゃんは四代目ホカゲだ。みんなを守るため、里を守るため、俺を守るために死んだ。息子のためなら死んだっていい。どんな時でも守りたいと思う。それが親ってもんだ。俺は二人の英雄の子供だからよ。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そのためにナルトが犠牲になることないじゃない。俺たち家族は忍びだ。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じことだ。ここでケリをつけておかないと。里のみんなに認められて立派なホカゲになる。俺の息子ならば、お前ならその答えを見つけられる。ホカゲってのは一定に我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。行くぜ、父さん。